それでは、定刻になりました。お待たせいたしました。本日はお忙しい中、お集まりくださいまして、誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。新日本プロレスの記者会見を始めさせていただきます。昨日はですね、保険見直し本舗プレゼンツドミニオン611 in 大阪城ホール、見事ですね、たくさんのお客さんが集まりまして、大盛況のうちに幕を閉じることになりました。その一夜明け会見となります。昨日の、大会を受けまして新日本プロレス、次はビッグマッチ、絆ロード、さらにはですね、アメリカロス大会へと続いてまいります。絆ロード、ロードトゥ絆ロードというのはなくて、今回絆ロード2017というですね、大会シリーズ名がついておりまして、後楽園ホール大会が3大会用意されております。6月の20日、それから26日、27日と、3大会で3つのタイトルマッチが予定されております。今回はネバーの無差別級、ネバーの6人タッグ、それから IWGP ジュニアという3つのタイトルマッチがございます。それからですね、G1 クライマックスの出場選手の発表なんですが、これも後楽園ホール大会で3回に分けて行われることになっています。まずは出場メンバー、それからブロック分け、それから対戦カードという3大会に分けて行われますので、こちらもご注目ください。以上、絆ロード2017の主要対戦カードにつきまして発表させていただきました。その他の対戦カードにつきましてはお手元の資料をご参照ください。では昨日ですね、大阪城ホールで60分、時間切れではありましたが防衛に成功した、岡田選手をお呼びしたいと思いますが、その前にですね、ロサンゼルス大会もですね、資料ございますのでご紹介したいと思います。今回の G1 スペシャル in USA という大会名がついております。7月の1日と2日、2日間にわたって行われます。この大会の対戦カードをこちらから発表した方がよろしいですか。はい、ですね、今回は初代 IWGP US ヘビー級王座決定トーナメントというのが行われます。お手元の資料にございますが、出場選手がですね、出揃いました。この中で2日間かけてトーナメントが行われます。マイケル・エルガン選手、ケニー・オメガ選手、ジェイ・リーサル選手、それからハングマン・ペイジ選手、ジュース・ロビンソン選手、ザック・セイバー・ジュニア選手、石井智弘選手と内藤哲也選手、8名によるトーナメントがすべて時間無制限で行われます。で、2日間かけて行われました優勝決定戦、こちら2日目に行われますが、優勝者には初代の IWGP US ヘビー級王座が与えられるということになります。またですね、その他にも IWGP タッグ選手権試合も決定しています。チャンピオンチームのタンガロア、タマトンガ組にハンソンとレイモンドローの挑戦が決まっております。またこの後登場していただきます岡田和親選手、昨日防衛に成功しましたので、コーディ選手を相手に防衛戦を行います。今回ロサンゼルスで7度目の王座防衛戦に挑むという形となります。以上、 G1 スペシャル in USA の主要対戦カードにつきましても発表させていただきました。それからですね、2日目に関してはマット・ジャクソンとニック・ジャクソンの IWGP ジュニアタッグ選手権試合も決定しています。挑戦するのはロッキー・ロメロ・バレッタ選手と、さらに IWGP インターコンチネンタル選手権試合、チャンピオンの棚橋博史選手に対してはビリー・ガンの挑戦が決まっています。以上、少しすみません、順番が、前後いたしましたが、ロサンゼルス大会の主要対戦カードを発表させていただきました。ではよろしいでしょうか。この後は、岡田選手登場いただきます。それでは昨日大阪城ホールで60分時間切れ、引き分けでありましたが防衛に成功いたしました IWGP ヘビー級チャンピオンの岡田和親選手です。一夜明けての改めての、お気持ち、それから次のロス大会で防衛戦が決定いたしましたので、そのあたりを受けましてのお気持ちを伺いたいと思います。では岡田選手、よろしくお願いします。昨日は、なかなか眠ることができませんでした。やっぱりこの60分の戦い、その時の興奮がずっと冷めなかったからだとも思うんですけども、やはり起きて
体中が痛くてですね、本当に60分というのが僕の中でも初めてのことでしたし、権威が強かったなと改めて、最高の60分だったなと思えるような試合でした。まあ、LA に関して決まったみたいなんですけども、まあ楽しいんじゃないかなと思います。また LA で新日本プロレスの戦いを、 IWGP の戦いをしっかり見せていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答を受け付けたいと思いますので、ご質問ある方よろしくお願いします。はい、お願いします。先ほどもお話ししたんですけども、やっぱりその60分フルタイムというのは、まあ、このプロレスラーでも数限られた選手しかやってないと思うんですけども、はい、まあ、ご自身でもその60分フルタイムというのは、要するに1個やってみて実際どうだったのか、考えていたその60分という時間は実際どういうふうに感じたのか。やってる時はあっという間でしたけどね。やっぱり本当にずっとしっかり戦ってるからこそ、時間もあっという間に過ぎていくと思いますし、まあいろいろ60分で考えたら長い試合だなと思いましたね。まあ、その結果的にやっぱりその、勝つことはできなかったっていう部分でいうと、まあ、ちょっと試合後にはちょっとまあ当分いいんじゃないかみたいな話もされてましたけど、ご自身の中でどこうリベンジなという言葉がいいのか分からないですけど、決着をつけたいっていうお気持ちもどこかにありますか。それとも勝つことはできなかったですけども、僕は今回の防衛に関しては本当胸を張りたいなと思いますけどね。もちろん引き上げで終わることもできないですし、まあ強ければそのうちまた戦うこともあると思いますんで、とりあえずは LA に向けて、体もボロボロですからね、正直メンテナンスしてしっかり LA で万全の状態でいきたいですね。そうそう、ケニー・オメガ戦は、まあ、今年の1月4日東京ドームの試合が非常に、まあ世界で注目された試合、すごい試合だという、その東京ドームを、まあ、超えられるのかみたいなテーマだったとか、あと自分の中でその東京ドームを超えたのかみたいな部分っていうのは、こう今、一夜明けて何かありますか。まあ、正直別に東京ドームを超えたいとかそういう思いは何もなかったですし、まあ、超えたでしょうけど、別にそういうのも何も思わないですね。ただ本当に1月4日は勝てた、今回は引き分けだったっていうのしかないですね。まあ、あとはもう見た人がああだこだ言ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。他にご質問ある方いかがですか。まあ、ロス大会でまあコーディーと決まりましたけど、昨日の試合後にもその、まあ、まだその実力がまだあまり見れてないんじゃないかとおっしゃってましたけど、はい、改めてそのコーディーの新日本での戦いというのはどう思いますか。正直一回絡んだだけで試合も見てないですし、ただなんか雰囲気はあるなと思いますけどね。かっこいいと思いますし、どっちがかっこよくて強いのか LA で決めれたらなと思います。まあ、その昨日の戦いも踏まえてさらにその、まあ、ハードルというか上がったと思うので、でもそれに相応だけの戦いができる相手だと思ってらっしゃいますか。分かんないですね。まあ、分からないからこそやっぱ楽しいと思いますし、まあ、またどんな戦いになるかは
皆さん注目してもらいたいですね。他にご質問いかがですか。はい、まあ、東京ドームやって、はい、まあ、昨日の戦いをやって、まあ、その、まあ、今まではその対相手というふうな形でね、こう作ってきたものが、今回はやっぱりこう次々にその次のこの試合を超えなきゃいけないみたいな、そういう、こう立場にこうだんだんなってきてるのかなというふうに思うんですけども、そのまあ、そのあたりのこう自分のこう自覚というか責任感みたいなのはどうですか。別にこの試合を超えなきゃいけないとは一回もないですけどね、僕の中では。やっぱりまず勝たなきゃいけないっていうのが第一にあって、まあ、その激しい戦いをしてれば自然といい試合になると思いますし、まあ、相手が弱かったら名勝負なんてなることはないと思いますから、やっぱこの IWGP のベルトに挑戦してくるっていうだけの強いレスラーと戦って名勝負が生まれると思うので、そこまでなんかハードルが上がったとか、そういうのは全く気にしてないです。はい、では続いてください。まあ、コーディ選手は、守ってた WWE っていう部分もあります。その知名度という部分では、やっぱそのアメリカ、今回新日本がアメリカに乗り込むスーパースターっていう部分もあると思うんですけど、そういう知名度のある戦う選手と、まあ、新日本のマットで、IWGP を戦うという部分について何か。まあ、そういう意味ではやっぱ美味しい獲物だなと思いますけどね。まあ、本当そのコーディの知名度を逆に利用させてもらって、このニュージャパンプロレスリングには岡田という素晴らしい IWGP ヘビー級チャンピオンがいるんだなっていうのをしっかり見せつけたいと思います。他にご質問いかがですか。前回、まあ、ちょっと大会の規模も違いますけど、アメリカで IWGP やったときはですね、はい、AJ スタイルズがチャンピオンで、岡田選手とエルバン選手が、挑戦者という、スリーウェイという形で、まあ、なかなかこう岡田選手の見せたい IWGP 戦という形ではなかったかもしれないんですけど、はい、それとは違って、また今回ビッグマッチでこういう試合が組まれたということに関して、なんか意気込みはやっぱり違いますか。そうですね、まあ、その時はやっぱ ROH の大会でしたし、今回は新日本プロレスの大会ですから、もちろんそれだけでもテンション上がりますし、そこの中でこの IWGP のベルトをかかった試合をアメリカのお客さんに見せれるということで、よりやっぱテンションは上がりますね。本当に、まあ、楽な試合にはならないと思いますけども、素晴らしい戦いを世界中に届けたいなと思います。6月26日にですね、まあ、昨日ちょっとあの後藤選手が、はい、杉村選手に食べてしまって、あの吉橋選手を今度は挑戦するんですけども、まあ、同じケイオスとして、まあ、この吉橋選手の挑戦というのはどういう。やっぱり頑張ってもらいたいですね、はい、正直対鈴木軍っていうことで、僕はちょっと今ずっとケニー相手にやってたので、すごいそこまで情報が入ってるわけではないんですけども、鈴木軍に負けっぱなしってのも嫌ですからね、ぜひその勢いを石橋さんに止めてもらいたいですね。楽しみですね、ちょっと、うん。他にご質問いかがでしょうか。はい、これその 1.4 が46分間で、今回60分フルタイムドローということで、はい、戦いがどんどん先鋭化というかですね、厳しいものになってます。あの新日本プロレスは、まあ、今年に入ったら本間さんも怪我して、大怪我して、あのその後あの岡田さんとあの激闘を繰り広げて、柴田さんも明日緊急搬送されるようなあのことになってます。あのすごく厳しい戦いになっていることについて、はい、岡田さん自身は、まあ、常にあのプロレスは超人ですからとおっしゃる岡田さんですけど、まあ、あの怖さというかですね、この戦いどこまで行くんだろうとか、そういうことっていうのはお考えになりますか。全然ないですね。僕元気ですもん。
60分試合して、朝起きて、大阪から帰ってきて、こうやって会見してますんで、はい、まあ、怪我はやっぱあるもんだと思いますよ、プロレスですから。あ、はい、でも、怖かったらやっぱできないと思いますし、はい、その恐怖に打ち勝つためにやっぱしっかり練習してますんで、はい、だから、まあ、僕は元気なうちは大丈夫です。質問他にいかがでしょうか。なければ以上とさせていただきます。それでは質疑応答は以上とさせていただきます。この後は写真撮影と移りますので、インターネット中継をご覧の皆様とはこちらでお別れという形になります。本日もご視聴誠にありがとうございました。すみません、こっちもお願いします。こちらもお願いします。